柳屋さんのすけの豆さを鍛える場所ポッドキャスティングバー、皆さんこんにちは、柳屋さんのすけでございます。どうも、ラッコカフェの青木でございます。11月になっちゃったね。いや、この前マッカーサーが帰ったと思ったら本当に先週も言ったような気がするけど、先週も言ってましたけども、はい、もう11月ですよ。11月といえばもう12月ですから、はい、12月といえばもう来年ですからね。来年ですよ、もう。まあ大変ですよ、ね。はい、今年の紅白そろそろ発表になると思いますが、野球少年だったら来るんじゃないかな。野球少年だったね。もう実はあれですからね、もう業界で話題騒然。そうですよ。で、これね、これ真面目な話なんですけども、うん、三之助さんには言ってなかったと思うんですけど、はい、某レコード会社の人がですね、うん、ポッドキャスト聞いてる方がいらっしゃって、うんうん、ちょっとコンタクトを取ってくださって、うん、僕はちょっと落語の CD とかを制作するときにお手伝いしたことがあるんですけど、うんうん、本当にちょっと何曲かまとまってデータがあったらくれませんかと。そうなの？本当に。すごいね。ちょっとびっくりしましたよ、僕。君こそスターだじゃないの、これ。そうなんです。それで、うん、三之助さんとね、これ古仙師匠がやってらっしゃるけれども、例えばね、うん、うちのレコード会社の所属の、それこそ AKB みたいな方がいるじゃないですか。うん、若い、女子とかね、うん、そういう方に歌っていただくとかもありですかねって聞かれたりしてね。もう完全に印税生活です。そうそうと言われて、それで何曲かまとめてちょっと、うん、あれして送ってくれませんかねって、うん、ちょっと企画会議出してもいいですかねって言われたのでね、うん、まあちょっとめんどくさいからいいやって断っちゃったんですけどね、うん、そうすか。僕はそれもし発売されたら古仙さんと二人で訴訟を起こします。なるほどね、もう相手取りますけど、相手取る、レコード会社本当にね。だからね、それね、で言っといたのがね、古仙三之助というあれでデビューどうですか。そうなの。いや、俺、うん、紅白あると思うよ。紅白ね。だってね、1年みっちりね、うん、もうほらよくね、うん、こうやって1曲ずっとじわじわっとね、うん、有線から火がついたみたいなあんじゃないですか。あるあるある。俺それいけると思って、俺ね、大晦日開けてあんだよ ね。あ、なるほどね、うん、僕も大晦日ね、マルコのカウントダウン今年はなしで。あ、じゃあ開けてありますから。じゃあこっから中継ってのもありだ。ありだ、ラブマフェ。だってほら、なんだっけ、あそこ行くとさ、うん、NHK ホール行くとさ、うん、前の日とかなんかリハーサルとかうるさいんですよ。そこは開けらんないから、うん、ね、一発中継で、うん、それで古仙さんと二人で野球少年だった歌って、それからスタジオに行って、蛍の光、朝まで、さだまさし、ああいいですね、さだ先輩の番組にみんなで殴り込むと。ああいいですね、うん、あ、そうですね。でちょっと抜け出してカウントダウン TV、 カウントダウン TV、 全部出りゃいいじゃないですか。そうそう、だからレコード大賞から流れていくっていうのもありますけどね。あ、そうか。でもレコ大はね、レコード出てないからダメなんですよ。あ、ちょっと待って、最初のあれがあった、ハードルがあった、レコード出してないんだ。出してないんですよ。レコード出してないで紅白出たらすごいよ、これ。すごいよね。ポッドキャストだけだからね。そう。なんだったら紅白やったのか、この野郎、こっちで。うん、はい、だ FNS 歌謡祭はありだって思います。はい。でね、そういうのありとかなんか散々言ってるでしょ、うん、年末ね、うん、多分録音足りなくなって一周休んだりするからね。平気で休むからね、うん、このポストキャストは。平気ですよ、もう。ダメですよ、文句言ってきちゃ。うん、本当に。うん、休まして、本当に。そう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 。ね、文句言っていいのはね、500円払ってるスポンサーの方はね、そうそうそう聞きます、一応。そうですよ。謝ります。スポンサーはもうちゃんともう入ってますから、CM。この間まとめて撮ったんですから。はいはいはい。ちゃんとね、インサートされてますから。大丈夫ですよ。大丈夫なんですよ。はい、そうなんですよ。で、明日の歌謡会。はい。11月の6日の歌謡会はゆうちゃん誰ですか。天丼さんと馬吉さんです。もう定語は一切言わないから ね、 うん、天丼と馬吉にも定語はいらないってことだよね。いらないんだ、三遊亭天丼さん、はい、そして金言亭馬吉さんの二人会、はい、これもね、この二人もね、やっぱり歌謡界ならではの二人組ですよね。あんまり他で二人会やってるイメージはないです。それがね、面白いところでね、ぜひ予約してください。よろしくお願い申し上げます。はい、はい、
またね、差し入れがあるんですけども、差し入ればっかりじゃないかって言いますが、うん、本当に差し入れたくさんいただいちゃって。本当にばっかりなんだよね。本当に差し入れもらっちゃってね。うん、で、しかもなんでこのね、いろいろありましたよ。カステラのこのブランドのね、うん、森幸四郎ブランドとかね、うん、とんでもないね。あるいはこれ、道島ロールの遠山ロールですか、うん、いろいろありましたが、うん、本日はですね、その遠山軍団の、はい、まず、地図ちゃん。はい。遠山ピンクね。はい、遠山ピンク。うん、それが、いつもね、この前もいただきました。トラヤの容器。やらと。しかもね、やらとのこのね、小分けのね、食べやすいやつですよ。一番いいよ。太竿はね、ちょっともらうとびっくりしちゃうからね。びっくりしちゃうからね。うん。でこれね、いいよ、今日ね、もらった瞬間に気がついたの。なぜ気がついたか、すーちゃん、こうやってもらってごらんなさい。はい、はい、これどうぞって。ありがとうございます。はい、どう思う？感想。かっこいい。なんか違う。はい、どうぞ。はい、じゃあ、小杉さん、はい、どうぞ。これもらって、はい、おめげでーすってもらったらどう思う？重いんだよ。重いんだよ。重いんだよ。このリアクションを待ったんだよ。ゆいちゃん。黒入ってんだから。ゆいでもね、これデザイン変わったよね。そうそう、僕もらった瞬間に重っ、重いくなって、もうそれでその瞬間で、あっ。で、チラッとこう虎の絵がね、チラッと見える。うわ、虎屋じゃん。やらとだよ。その瞬間にちょっとね、敬語、いつもよりも敬語になるね。そうだよね。ありがとうご存命。ご存命。ご存命。で、そこでね、ちょっとね。これさ、変わったよね、絵。この小分け買んない？あ、そう？なんか前からこんなんじゃなかった？そうだったっけ？ね、なんか夜の梅とね、うん、新緑ね。はい、これあの抹茶のですね。そうそう、そして面影。面影、黒糖入りですよ。黒糖入りなんだ。うん。なんで俺こんな詳しいんだっていう、ね。我々ね、うん、さっきね、ちょっといただきましたね、ゆいちゃんにちょっと一本食べてもらって。はい。夜の梅はね、このね、小倉のね、うん。小杉くんなんかもう血糖値的に今日いっぱいいっぱいまで食ってますからね。押し上げて開けてください、そう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 。これね、ほんとカバンに1個入れとくとね、うん、もうね、安心感あるよ。すごい安心感あるよ。だって、なんかね、あの、物書かなきゃいけない時とか文鎮にもなるしね。うん、そうそうそう。ほんと安心感。そう、版画をやりたくなったらこうバレンにもなるし、ね。そう、バレンにもなるしね。うん、なんか誰かに渡さなきゃって時にはバトン代わりにもなるし、ね。バトン代わりになる。大変ですよ、はいはいはい。ね、なんか、お彼岸時なんか立てて拝んじゃってもいいぐらいですからね。いいですね。ちょっと位牌っぽい。すごい甘くて、うん、ほんのり梅味です。お、さすが夜の梅、ね、要するに魚麺なんだ。そうだね、これ手汚れなくていいですね。そうなんだよ、この上だけ。そう、このピリッと剥がれ、上だけパカッて開くとこはね、カバンに入れとくと安心だと。今風ね、安心なんだやっぱり。安心だよ。よくわかんないけど。安心だよ。まあ、僕羊羹もらって安心してるやつあんまり見たことないですけどね。だね、お腹が空いたらスニッカーズって言ってるやつがいるけど、やっぱお腹空いたらね、俺トラヤだと思う。スニッカーズも悪くないですよ、うん。悪くないけど、うん、やっぱりね、こうちょっと高級な方はね。そうですと思う。まあ、お腹空いたっつって、うん、ちょっと悪いわっつってパッて隣のやつがカロリーメイトとか食ってんの見ながら、うん、トラヤの羊羹を、うん、あ、すごいよね、うん。その彼お茶入れてっていうわがままとか出ますけど ね、うん、すごい。カロリーメイトお茶入れてって言わないもん、ね。カロリーメイトね、どっちかっていうとね、うん、あの大塚製薬系のね、ポカリスエットとか飲みながら ね、そうだね、食ってますけどね、うん。こっちは伊藤園ですよ。いやー、はい、いやー素晴らしいです ね。ありがとうございます。これはね、持つんだよ、またこれが。また持つの。もうね、いつまでって書いてありますか。来月いっぱいまで持ちますよ。ね、クレーム受けてね、ちびちびといただきます。そうなんですよ。ね、三之助さんの家にあるやつなんか、あれ戦前のやつが。ありますあります。本当にあるよ。戦前の。本当に。でこれね、賞味期限だけどね、羊羹ってね、1年ぐらい平気だからね。平気。うん。うん、俺結構もらうからさ、もう端から順番にね、うん、食べてね、やっぱりね、あのカバンに一つぐらい入ってたりする。入ってんの、これ。うん。はい、もう一つ。はい、先ねからいただいたのがあります。これなんでしょうね。遠山レッドの方ですね。遠山レッド。はい。遠山、美女君。あ、遠山パープルかな。先姉ちゃんは、まあ、先のはちょっと色っぽいイメージですね、うん、はい、これ、遠山バタフライかな。バタフライ、なんだかよくわからない。もうすでに色から入ってます。わお、洋菓子ですよ、洋菓子ですね。焼き菓子かな、これ。あ、そうだそうだ、ね。あ、ドーナツもある。まあ、すごいこれ。じゃあ俺この、なんだろう、これなんかあれですか、どっか異能が聞かれてないんですか、これは。焼きティラミスっていうのあるの、これ。あ、これだね、
ノン空きは入ってないけど、こっちは焼きティラミスでしょ。これはね、何、うん、ですかね、アッシュ製クレアシオン、なんだかわかんない、薬品みたいな、わかんないね。これはね、まんまの焼きリングチョコレート C キューブって書いてありますね。焼き菓子、ドーナツ的な感じのやつ。俺いっちゃおうかな、焼きティラミスいっちゃおうかな。焼きティラミスすげえな。一口サイズの、僕と半分ずくにしますか。半分ずくしますか、ね、いいね、付き合ってるみたいだね。ほんとですね。あ、じゃあ大きい方あげます。2人で食べると美味しいね。うん、うん、あ、焼きティラミス、焼きティラミス、焼きティラミスだ。これね、正真正銘の焼きティラミス、うん、これティラミスを焼くとこうなるね。うん、うん、またこれは濃厚だね、うん、これはね、やっぱりエスプレッソとか飲みたくなるよ。そうだね、これいい、欲しいね。ちょっとコーヒー飲みたいな。ゆうちゃん、コーヒー入れてくんのかな。コーヒー、もうね、日付変わってね、12時半だけどね。うん、眠る気ないでしょ。眠る気ない、これからなんか会議 2,3 本こなすみたいなね。ほんとそうだよね。てっぺん越えたんだよ、楽になろうかみたいな。そういう感じですよ、うん、ね、甘いもんじゃがじゃが食ってるしね。そう、何、12時過ぎたら何、てっぺん越えたら宅建出んのみたいな。宅建最近出ねえんだよみたいなね。バカ、じゃあお前しょうがないから、バラエティで金持ってるとこから行って脅かして持ってもらってこいみたいな。そういうこと久保くんとかよく言われてましたけどね。久保くんはね、久保くんは現在ニューヨーク在住ですよ、うん、ストイーのね、はい、ストイーのね、ストイーの、あの、落語研究会の今野ちゃんの忠実なるしもべと言われてる久保くん、ね、今野ちゃん、今野ちゃん、はい、今日実はね、演劇師匠のね、はい、あのお通夜で会ったんですよ。そのお話もしなきゃいけませんね、うん、演劇師匠お亡くなりになりました、はいはい、三之助さんがね、お通夜に行ったと。そう、お通夜行って、うん、今日歌謡会なんですよね、うんうんうん、でたまたまその受付の列で、うん、パッて並んだとこに前に今野さんいて、うん、今野ちゃんがそういらっしゃって、ずっと今野さんと話しながら、うん、まあ、順番待ってたり、うん、まあ、一緒にお焼香したりしたんですけど、うん、あれの話になったんですよ。それこそ俺もその時言ったんですけど、うん、野球少年だったら今年紅白行けますよねみたいな話になったんですよ。そしたら、うん、もう完全に今野さんはもう覚えてるって、覚えてる、曲ももう空で歌える。すごいな、毎週ですからね、毎週かけてますからね、うん、アトルちゃんのあの曲はどうなんでしょうね。アトルちゃん、ね、アトルちゃんの方が若干ね、曲がね、難しいもん。そうだよ、ね、アトルちゃんはね、うん、マジだからね、ギターもうまいしね。そうそうそう、こっちはほらなんか、うん、こうなんか勢いですからね。そうで、キャッチーなんですよ、詩とかもね、はいはい、うん、それでかける頻度も多いでしょ、やっぱいろんなバージョンがあるからね、うん、あるからね、うん、だからでもう今野さんすごいヘビーリスナーだからさ、うん、もう全部して毎週聞いてていただいて、そうだから会話が本当にポッドキャストからの話題とか多くて、俺も言ったの忘れてるようなことを言われて、我々ね、ままありますからね。そうですね、そうなんですよ。今野さん聞いてるよ今回も。いや嬉しいですね、はい、だから三之助さんも落語研究会にほら、まあね、あそこはもう本当にね、ベテランの方が多いですけども、はい、徐々にこう出るようになりますから、はいはい、ね、でそうなった時にはまあほら、一番僕教師さんのあそこの座布団を狙ってる男って、ああ、そう、ちゃぶ台ね、ちゃぶ台、ちゃぶ台前を、うん、竹内さんがあれお辞めになったのかな。そう、今誰なんでしょうね、今度誰なんちょっと分かんないけど、らららら、ま、なんだっけ、結婚して旦那さんとついて海外行っちゃうんだよね。そう、なんかそんなような感じですよ ね。また人は面白い人でしたね、女性もね、品がいいけれども天然ボケっていう ね、面白い人でした。僕は落語研究会の成り物やってた頃ね、うんうん、ちょっと早めに入ると、うんうん、実は落語研究会の本番が始まる前に撮ってるんですよ、あれ、ね、うんうん、そうするといつもの講座にちゃぶ台置いてあって、うん、それで教授さんと竹内さんが楽屋で談笑してるっていうね、うん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 、そういう光景をよく見ましたけどね、うん、今度僕もね一回ね勉強に行きたいと思ってますので、ぜひ、今野ちゃん断らないでくださいね。いや絶対入れてくれると思う、多分ね、お弁当もくれると思います。ありがとう。本当にゆいちゃんが今コーヒーを入れてくれてますけどね。いい匂いしてきてますけどね。いい、伝えられないからね。夜中のコーヒーってのは答えられませんからね。じゃあコーヒーが入ったら飲みましょう、はい、ということで、何の話だか分かりませんが、はい、まず、話を元に戻しますと、はい、演劇師匠が、お亡くなりになった。あ、そうですよね、うん、いや
本当演劇賞はね、僕は本当にね、講座でも今日言いましたけど、うん、僕三之助っていう名前の名付け親だと思ってんですよ。もちろんあの演劇賞がつけてくれたわけじゃないんだけど、うん、前座の時に小猿って言って初めて会った、うん、その時に、うん、小猿でございますって言ったら演劇者にっこり、うん、じゃあ二つ目になったら七之助だねって言った、そのセリフがいつまでも頭に残ってて、なるほど、それで三之助という名前がほっと出てきたんです。そうそうそう、今ねコーヒー来ましたけどね、ゆいちゃんまたねこういう時にこういう放送する時に限って音のする陶器のものに出てくるて、いやいやいいよいいよいいよ、まあ、なんていうんですかね、いいよ、普段カップをね落語会の時の紙コップで出してるんですけどもね、あ、よくわかんない、それ小杉君にあげてください、はい、はい、もう我慢できないから先飲んじゃうよ、いただきます。じゃあ、ゆうちゃんこのコーヒー飲みますか。いや僕はあのじゃ あの例の痩せるコーラ、あ、痩せるコーラ、痩せるコーラ、落語カフェはコーヒーもうまいからね、これでうちのコーヒーは実はですね、あのネスプレッソというのを作って、ね、使ってますよ。ネスカフェの、うん、が出している、うん、カプセルコーヒーなんですけどね、うん、これがね、本当僕ね、あのあれなんですよ、いろいろね、いろんなコーヒー買ってきてね、うん、まあ、素人ながら入れてみたんですよ。で、あの松江さんというカメラマンさんの最初手伝ってくれてた方にね、うん、飲ましたらね、ネスプレッソが一番うまいって言ってたから、ね、もう、ね、観念して、いや、だってここでバリスタ雇うわけいかないからね、そういう風にしない、こうお手軽なあのエスプレッソとしては最高じゃない。そうですよね、うん、これがね、なかなか美味しい、うん、ねえ、うん、ゆいちゃんがさ、あそこにでっかいバリスタマシーンとか置いたら困るもんね。それでなんかシュプシュって容器出す、なんかカプチーノに絵かなんか描いてね、うん、そうなんかね、そういうのだよ、カプチーノ、ね、こうやって置くたびに音がするんだ、これどうする、やっちゃう。だから一個一個いろいろ資格取ってった方がいいよ、そのバリスタの資格 ね、それからソムリエね、それから日本酒利き酒師ね、それから落語検定 落語検定ね、それからカラーコーディネーターね、カラーコーディネーター、それからボイラー技師ね、あ、ね、そうそうそう、どんどんねステップアップしていけばいいんですよ、ね、そうですよね、小型船舶、ね、小型船舶ね、うん、それから司法書士、司法書士、ね、公認会計士、司法書士取ってから行政書士、行政書士、まあ普通逆ですけどね、で最後弁護士かなんかなってね、医師免許かなんか産婦人科でも取って、うん、そうそう、それで真打ちになって五輪中、五輪中です、うん、それでいつ産気づいてもいいカフェってあんまないですよ、うん、ないよね、ねえ、ねえ、なんかどこで生まれたの、うん、あ、このカフェの取り上げババアに取り上げられた、出産カフェみたいなね、なんかちょっと陣痛あったら行こうみたいなカフェっていいじゃないですか、歌謡界のね、うん、なんか開演中に産気づいて、うん、産気づいてね、それで僕らに名前つけてもらうみたいなね、ジョゲーム、ジョゲームじゃないけど、ね、うん、完全に演劇賞の思い出話から脱線してますけど、すぐ脱線しちゃう、そうなんですよ、だから歌謡界のメンバーにはね、うん、あのお弟子さんの古今亭文菊師匠、うん、今広め中の、はいはい、元菊六さんですね、うん、これがね最後のお弟子さんですよ、そうですね、演劇師匠のそれが、うん、真打ちになって、うん、その一報を聞いて広めも、うん、あのね、無事終わって、うん、さあこれから寄席の興行だっていうところで、うん、あのお亡くなりになるという ね、だから文菊さんも親孝行でしたね、うんうん、なんか安心したのかな、そうかもしれません、気もしますよ、うんうん、ここね数年はね、お出になっていなかったんですね、寄席にも落語会にも、うん、ちょっとねやっぱりあのもうあの相当ご高齢だということもあって、はい、だけどあのあれですよ、先月ぐらいかな、10月か、まあ、9月ぐらいか忘れましたけども、落語協会のねインターネットの番組でね、それこそあの千四郎さんと三之助さんの司会でね演劇賞の VTR とか流してたりしましてね、はいはい、だからアーカイブを見ればね、そうですね、またそこで演劇賞の講座も見られますので、うん、あの、うん、寄せチャンネルっていうのがね、うんうんうん、CS で始まってますけど、またこれが無茶なチャンネルでね、無茶ちゃんですよ無茶ちゃんですよ、うんうん、それでそこで多分ね、あの、まあ、この時期これを公開してる時期どうか分かんないけど、うん、やっぱりあの再放送予定あります、うんうんうん、でもうほんと乱暴なチャンネルでね、うん、僕はインターネット落語会やってるじゃないですか、うんうん、だからその番組をそのまま再丸放送するんですよ、うん、同じものをね、すごいな、うん、その代わり今までインターネット落語会って尺がなかったの、うん、だけど今度から尺ができちゃったのだから、1時間番組そっちに合わせるもうでも無理くりトークでねつなぐんですよ、うんうん、もうねトーク部分20分とかあるの
そうかと思えばさ、なんか長い話の時はさ、うん、6分しかありませんとか言って無理やりわーって短くしたりとか、ね、うん、もう時間中のように喋るわけだ。そうそう、時間調整、うん、ちょっとあれですね、全日空寄せに似てますけど、ね、あ、そうだね、全日空寄せもあの尺がありますから、うん、あの栄華さんと、うん、紅先生、うん、このお二人がね、うん、あの今回は4分ですからって死ぬほどスピード出して喋ってます。そうだ、ちょっと同じような感じになりますね、うん、そういう感じでね、うん、あの寄せチャンネルもねやってますよ、うん、なかなかいいんですよ、うん、あのここで演劇賞のね講座も、そうそう、うん、でそれは菊六さんとのペアでやってたんですよね。そう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 、いいですね。演劇賞といえばね、僕はねもう本当に子供の頃からね、本当に物心ついたぐらいから落語を聞いてますけれども、うん、本当に本当に寄せてみたなっていうイメージの師匠ですね、うん、とにかく寄せにたくさんで、いつも出てるからね、いつも出てる、うん、それでね、まあファンサービスがね、もうとにかくもうここまでしてくれるのかって思うぐらいね、うん、ファンをね常にねこう喜ばせてくれる。で街中であったにしてもね、すごいちょっと調子の悪い時もあったと思うんですけど、演劇賞なんつうと、ようなんつって、うん、お高校生で演劇知ってらっしゃる、うん、嬉しいねなんて優勝してくれたりなんかしてね、将来はねもうあれですね、あの落語家の道へ歩もうなんて思わないでくださいねなんつってよくいじられました ね、 ね、であのあれですよ、なんかキックボクシングやってらっしゃった、おお、検討、検討ってよく言ってました、検討って言ってましたから、うん、でね、講座が終わって普通頭下げたらスッて下がるじゃないですか、うんうんうん、でもね帰りがけにねちょっとね、うん、スパーリングみたいな、うん、シャドーボクシングみたいなのやってくれたり ね、 ね、そういうなんかあの講座がこう入ってきてから、うん、終わってもまだ目が離せない師匠でしたね、うん、演劇師匠、ね、もう袖下がるまで何するか分かんないから、ね、そう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 、うん、でなんかあの三之助さんなんか随分いじられたって前座で、そうですね、うん、もうとにかくねいじる、であの今日講座で蝶太さんも言ってましたけど、うん、あのまあ信用さんですけど、ね、あそう信用さん、ね、ずっと間違い続けてますけど、そうそうそう、はい、信用さんがね、うん、言ってたのはあの前座の時に、うん、まあお帰りがけにね、うん、あの靴べらを渡すわけです、うん、で靴べら渡すとその靴べらでこう靴を履きますね、うん、そうそう靴べらを全然返すじゃないですか、うん、返した時に必ず股間にポコってこう、あ股間にえいって持ってくるっていうね、これはねみんなやられてんですよ。でもそれはね、あの前座入って緊張してる中で、うん、演劇師匠みたいな本当にね、うん、有名で、うん、偉い師匠にやられたら嬉しいでしょうね、うん、う最初はねどうリアクションしてるか分かんないんだけど、うん、あ最後の方は股間を出したりなんかしてる自分からこう演劇師匠分かってるのお前そうそうそう、お約束でね、うん、そういうなんか楽屋の遊びっていうかな、うん、そういうのはうん、とてもあったよね。そうで、まあね、いろいろお話聞くとね、あの一門の方にはね本当に厳しくしつけられた、うんね、本当厳格なお師匠さんっていうイメージらしいんですね、うんうん、だけれども他の一門の方はとにかくも優しい人だったんです、うん、そうですね、なんかね、皆さん思い出話がもう本当にたくさんあるような、うん、非常に立派な師匠でした ね、 そうですね、あのね着替えてね、着替え終わると、うん、あの櫛で髪を溶かすんですよ、うんうんうん、それもお約束なんですよ、うんうんうん、だその櫛をいいタイミングでスッと渡すとすっごい嬉しそうに、うん、こうなんかこういつものこうファイティングポーズみたいなので受け取って、うん、それでこう櫛を入れるんだよね、そういうこともなんか、うん、映像としては浮かんでくるな、そう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 、ファイティングポーズか、やっぱり格闘技がね、うん、得意でやっぱりなんか腕っぷしもすごい強かったらしいです、うんうん、どうもこれ噂ですよ、うん、噂ですけれども、やはり、うん、ちょうど1年ぐらい前に亡くなった男子師匠がちょっと先輩なんですね、うん、演劇師匠 で、ね、で一緒に飲んで、また非常に仲が良かったらしくて、2人 でよく飲んでて、男子師匠はああいう調子だから、うん、これなんかほら乱暴な口聞かれたら許さないぞって感じじゃないですか、うん、じゃあどうなってんだ表出ろなんて言って、本当に出ることになるとしくちゃん頼むよってなんか演劇師匠が押し出されるように言ってたと、ね、えそういう話聞いてますね、古戦師匠とよくね、うん、あのボクシングの話してましたよ、ああそうですか、あ、まあ、あの二人だと本当に健闘って言ってますけどね、なるほどなるほど、うん、見てるなんてさ、そんな話をしたの聞いたことあるな、なるほど、うん、あのあれですか、あの三之助さんが入った時、まあ、もうすでに本当に大看板の押し申されもしない感じでしたね、うん、そうです、ね、うん、僕もやっぱりです、ね、高校の知見でしたけれども、やっぱりあの演劇賞のファンが、うん、上にも下にもいて、うん、でよく寄席で行ってましたよ、うんうん、いつも寄席に出てるってすごいことだよね、うんうんうん、俺本当いつも
演劇師匠と一緒になると、あ、またここで演劇師匠出てんだって。そうなんですよ。だから ね、あのついこの間亡くなったの、もうこの間のようですけども、慎吾師匠とか、うん、なんかちょっと本当寄席に、寄席の人だなっていう人が亡くなるとちょっと寂しいね。そうですね。うん。またそれをお弟子さんが、ね、うん、繋いでいくわけですな。まあそうですよ、ね、それで、今度は文菊で最後ですから、はい、まだね、その演劇チルドレ、今度はね、うん、孫弟子がいますからね、はい、このチヨリンさんとかね、またね、うん、いろいろといますからね。そうですね、そこら辺も今後どうなっていくか、一応大きな一問ですからね。そうです、人数多いですから、うん、ね、今後どうなっていくか楽しみじゃないですか。ねえ、ね、これはもう大変なもんで、まあ、あの演劇師匠の、ご冥福をお祈りと申し上げて、はい、とりあえずは一旦ここで、締めさせていただきます。はい、はい、ではですね、はい、ちょっとあの、今週はここら辺にしましょうかね。そうですね、なんか演劇師匠の思い出話した後にまたワンコーナーっていうのもね。そうですね、ここからまたしりとりとかそういうのありえませんからね、そうなんですよね、うんうん、演劇師匠のモノマネしてる人ってたくさんいましたよね。そうだ、モノマネされる芸人になんなきゃダメだよね、うん、そうそう、うん、それで演劇師匠の場合は、うん、あの喋る音っていうよりもやっぱりこの仕草、仕草だよね、だからこのポッドキャストで伝わらない、さっきから僕やってますけど、そうそうそう、伝わらない。要するにあのカニの演技とかに、うん、斜めってる。そう、斜めってるこのね。ねえ、うん、そうなんですよね。じゃあここでいつものちょっとモノマネコーナーで、全員で演劇師匠のモノマネをやるっていうので、締めましょうか。無茶振りですな。今回無茶振りですけれどもね、はいはいはい、まずは最初にはやっぱり、うん、とりあえず最初といえばゆいちゃんですからね。ゆいちゃんですね。モノマネといえばね。ゆいちゃんはね、あの割とね、ごく新しい落語ファンですから、うん、まあ、新しいといっても落語カフェで働いてからもうね2年近くになりますんでね、うん、あのまあ、そんなにそんなに新しいわけじゃありませんが、でも元気くっしょの講座っていうのは間に合いましたか、ゆうちゃんは。見ました、1回ぐらいは寄せで、うん、あ、寄せで1回ぐらい触れた、はい、だけどもうほとんど最晩年でしょうね。いや、一度見たと皆さんのしかもこの動きしか、うん、その動きも含めてね。でもほらこれは、うん、あの音じゃないとダメだから、そうそうそう、やっぱり声色をねその動きやりながら、うん、そうだね、っやってもらいましょうか。はい、はい、じゃあいきますよ。はい、じゃあ渡辺優衣のご根底演劇師匠のモノマネどうぞ。もうあれもうってなんだろう、そういう感じじゃないですか、わかんないね、うん、じゃあ違いますかね。じゃあちょっとね、風邪ひいてる、小杉君に行ってみましょうか。ゆうちゃんのね、今のモノマネはね、完全になかったことにしましょう。はい、お願いします、はい、風邪ひいてますけど、はい、風邪ひいた印象、はい、どうぞ。マイさんってやつがありました。あー、そう、今ほっぺたをペンペンペンと、ペン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 と、あれありましたね、うんうん、その時の思い出があるんですよ。お、ちょっと小杉君珍しい。ああ小杉がこんなに喋るの珍しいですよ。いい思い出があるので、うん、でいつ頃ですか。もう20代ぐらいの時ですかね。余生で帰りにエレベーターが一緒になったんですよ、うん、で2人だったんですよ、うん、で、あのまあよかったですみたいな話をしてて、うん、まあ、あの楽しかったですみたいな話を、うん、あの余生よくいらっしゃるのみたいな話をされてて、うん、で帰り際にじゃあまたお邪魔しますって言ったら、こう手を取ってですね、チュッてされて、またいらしてくださいねって。うわ、いいねー。そういうところがありましたよ。いいね、それがね、またね、それがね、うん、他の方がやったら、何あいつって言われるかもしれないけど、ね、俺なんか警察呼ばれちゃうと。普通に、うん、ねえ、長田さん、信用さんですか、うん、長田さんなんか食ってやられたらね、なんか食われんじゃねえかと思って、うん、手引っ込めちゃいますからね。あの講座で投げキスとかもよくやってた、やってた、やってた。だそういうのってさ、うん、許される人とダメな人いますよ。います、演劇師匠はね、許されんだな。もうね、もうそこにいる段階で色っぽいですしね、うん、であとあのいわゆるこのなんてエッチじゃない、うん、色っぽいんだけどエッチじゃないんですよ。エロくないのよ、うん、なかなかそれがね、うん、だから多分何かをね、達観した人じゃない、達観した人じゃないとね、うん、例えば小三治師匠あたりだったらやらないですしね、うん、そうなんですよね、うん、だからやらないだろうし、うんうん、だから演劇師匠だと、うん、その意外性と、うん、あとなんか可愛らしいんですよ、それは。そう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 、実に綺麗でね、うんうんうん、なんかわあの微笑みを呼ぶっていうか、
クスッと笑っちゃうっていうね。そうそうそうで、こうやって思い出にしてる人もすごく喜んで話すっていうね、そういう人も人柄でしょうね。じゃあ、私が行きますか。行きますか。ゲンちゃん。なんかゲンちゃんっていう。やっぱりその仕草が、ね。仕草がやっぱり、うん。っていうの入りますね。入りますね。俺何かな。まあ言ってもね、もう芸歴20年近くというね。なんだろうな。落語協会が認めるところの真打ちの柳家三之助ということで、まあ鳥を取っていただきますけれども、モノマネコーナーも久しぶりですけどね、モノマネコーナー。なんだろうな、なんか決め台詞があると思うんだけどな。今思いついたのは、今日はまくれないってこう。まくれない。なんだっけあれ。今日はまくれないっていうの、今日くるっと、今日はなんだっけあれ、アービノシか、アービノシ、あ、そうだ、そう、くるっと、そうだ、履いてねえからね、そうだ、そうだ、それで、もう今日ここでアービノシなんて完全にもう新章演劇流れですよね、そうだよね、そう、ここでくるっとケツをまくろうと思うけど、今日はふんどししてないからまくれないみたいな、まくれないって言った時に口がこう横に互い違いになる感じですよね。可愛い。今日はまくれないってこうにゃいってなるっていう、ね。だって男から見ても可愛いんだもん。すごいよそれは。ねえ。他のやつがやったらイライラするからね。肉食すごい。あれを一つの芸にしちゃ誰も真似できないしね。そうそうそう。いや物真似はするけど。物真似はするけど真似はできない。うん、真似はできないね。だから誰かあの演劇書がなくなったら誰かやってほしいけどね。うん、たまーに。そうね。あとあの宮戸川の終わり方とか、まだ時間が今日はないとか、この先本が破けてとかって、あのそう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 、あれをさ、なんか予定調和でやるっていうよりかは、本当にそう言うっていうかな。そう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 。だから毎回言うこと違うんですよ結構。で帰る時もね、いつも講座をなんとなく名残惜しい雰囲気で、そうそうそう、まだもうちょっと痛いんだけど時間だから帰るね、うん、じゃあね、うん、っていうね、ギリギリまでお客さん見てます。そうそうそう、あれはね本当にあの他に並ぶ方がないような本当に芸風でしたね。じゃあ最後のこのモノマネをもって今日のエンディングといたしましょうかね、三之助さんの。あ、俺まだやんの。まだやんのってまだやってないですからね。いや、まくれないというの、まくれないで、あとなんだろうな、じゃあまた来週って言ってください。ね、また来週のまねで。じゃあ演劇ショーで、はい、みんなで言いましょうよ。はい、じゃあみんなで行きましょうか。みんなでまた来週って言ってね。はい、じゃあ、せーの、また来週。決まった？